シュンシュンです。ジニーエリナです。今日は台湾語の第2弾です。イエーイ。第2弾、じゃあエリナに教えたいと思います。はい。第1個はこちらです。じゃん。うつひ、うん、ひひ、うん、ライター。そう、ライターです。マッチかと思った最初これはちょっと中国語 の、 あの漢字なんだけど、台湾語ではライターって言うの。ライター。そう、同じもの。ライター。月。じゃん。なんだっけ、ストップウォッチ。またこれストップウォッチ。いや、これこれ、運転免許。なんか丸いやつあるじゃん。え、ハンドル。そう、ハンドルです。へー、そうなんだ。ハンドル。なるほどね。そう。え、発音もハンドル。そう、発音もハンドルです。へー、すごい感動してる。驚き。感動してる。次、はい。分かった。バイク。おお。台湾ではオートバイで言うの。オートバイ。そう。オートバイ。そう。オートバイ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 。そう。オートバイ。オートバイ。日本語では。日本語ではオートバイ。あ、オートバイ。ずっと発なんか違うよね。オートバイ。台湾ではオートバイだから。オートバイ。そう、ちょっと強いだから。でも日本だと、まあ、バイクっていうね。ああ、そうだね、そうだね、バイクで言う。うん、なるほど。すごい。カタカナが一緒なのかな。そしたら。そうだね。まあでも影響されてるっていう話があるから。なるほど。そう。あとは、いや、これ多分わかる。あ、わかるかな。歌う。いや、でもそのまま発音が書いてるから、かきち、多分わかんないな。かきち。じゃあこの発音はおじさん。おじさん。そうそう、もうそのままだから。おじさん、おばあさんとか。おばさんもあるの。おばさんもある。そうそうそう、そうなんだ。言ったらおじさん、うん、じゃあ言えないね。日本語だからわかんないと思って、あのおじさんさーとかえって見られちゃう。確かに確かに。そうなんだ。そうそうそう、言うね。そう、あと知らなかった。全然いっぱいあるかったけど、うんうんうん、ビールとかリンゴとかトマト、うんうん、トマト、トマトもなんか言ったら通じるんだよね。そうそう、いろんなある。じゃあラストはこれ、はい、なんかよく子供の時言われるやつだから、じゃじゃん。ちょっと難しいからね。だおば、こ、こ、りょ。すごいすごい、なんか近い近いよ。え、わかんない。近い近い。あーだこうだ。あー、惜しい。惜しいではない。これは言ったら、うん、頭コンクリ。頭コンクリ。頭がコンクリート。そう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 、頭がコンクリート。硬いっていう人。日本語はこれないよね。ない。え、もしかしてこれ？これはしんちゃんのこれ。ちょっと違うけど、なんかまあでも台湾の、うん、まあ、変な日本語っていう特別な日本語って感じだから、うん、頭コンクニっていう頑固の人。はあ、そう、頑固とかなんかちょっと悪い意味 ではバカだなみたいな。子供の時言われてたの。なんかおじいちゃんがよく言ってるってイメージだった。頭コンクニなんだろうね、誰が私に言うじゃないの。ああ、よく聞いてる。子供に言う例みたいな。そうそう、ね、違う。多分おじいちゃんとおばあちゃんが喧嘩してる時とか、うん、あ、頭コンクリー。ああ、そういう感じね。相手が頭コンクリー。はい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 、ないよね、この日本語は。ないない。まあコンクリートはあるけど、うん、頭コンクリートはないよね。そう、だから日本語できたら台湾語もねできるからっていう話もあります。おじさん、おばさんは通じるので気をつけてください。そういうことです。エリアに教えたい言葉あればぜひコメントしてください。お願いします。あとはこの前はピーラって言ったじゃん、うん、実はピーラの台湾語もあるの。台湾語だと、うん、カーソガー。カツンナやばい、これ本当にいいのかな。え、何、恥ずかしい。何、言わせたよね、また。何、ダメなの。また、なんか
は暴力じゃないけど、まあ、でもお尻って感じよ。そのピーラーっていう同じようなの。ちょっと待って、ピーラーってお尻っていう意味なの？そうだよ。また次回ね。また次回、バイバーイ。バイバーイ。ピーラー。